はい、どうも皆さんこんにちはです。今回もねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は3月の27日ということで、ハピナスレイドと最強ジュナイパーレイドが残念ながらね、先ほど終了してしまったわけですが、なんとね嬉しい速報が入ってきたので、今回はそちらをね皆さんに紹介したいと思います。はい、なんとね次の最強レイドポケモンが決定されましたということでね、早速詳細の方を一緒に確認していきましょう。はい、それがこちら。やばいですねこの写真が、もうね画面に収まりきってないんですよね。うん、それぐらいなんかデカデカとね写ってますけども、早速見ていきましょうか。はい、この記事、最強の大剣気が出現ということで来ました。大剣気、まさかのね。ではね呼んでいきたいと思います。予告、黒い結晶のテラレイドボトルに最強の大剣気が出現ということで、最強の大剣気出現、3月31日金曜日9時から4月3日の月曜日8時59分までと、4月7日の金曜日9時から4月10日の8時59分までとなっております。はい、なので、3月31日からね早速スタートということなので、っていうことはあと4日でスタートやん、マジかよっていう感じですよね。普通最強レイドって言ったら、まあ予告されてからまあ1週間ぐらいは待たないといけないっていうのが主流だったのに、今回はもうねかなりもうラッシュですよ。うん、もう終了したばっかりなのに、その週でねすぐにまた金曜日から開催されるという、いやー豪華やな今週も。はい、というわけで2つの期間でね今回も開催されるということです。でまあ星7ですね、今回も黒い結晶のテラレイドバトルに大剣気が出現しますと。で大剣気はもちろん通常のプレイでは出現しませんと。まあ当然ですよね、こんなの出てきませんでしたから。はい、今回出現する大剣気は虫テラスタイプで非常に強力なポケモンですということで、はい、このね右下にも映ってる通り虫テラスタイプなんですよね今回。意外ですよね。うん、なんか虫タイプの技あんまり持ってるようなイメージはなかったんですけど、まさかの虫テラスタイプで出現ということで、はい、では続き読んでいきましょう。本イベントで出現する最強の大剣気には最強の証がついていますというわけで、はい、今回もね、最強ポケモンというだけあって最強の証がついております。なのでこれをね倒した人しかこの証付きの大剣気はゲットできないということですね。はい、この機会にトレーナー同士の力を合わせて勝利を目指してみてくださいというふうに書かれています。はい、でここ注意書きに書かれてるんですが、本イベントで出現する大剣気は一つのセーブデータにつき1匹のみ捕まえることができますというわけで、まあこれはいつも通りですね、もう1回しか捕まえられないので、あのおしゃぼに入れたい人は注意してくださいというわけです。はい、で捕まえた後でも期間内であれば黒い結晶のテラレイドバトルに参加し報酬を受け取ることができますというわけで、1回しか捕まえれないんですが、あの倒すことはね何回もできて、で報酬もねその分いっぱい受け取れるということです。はい、で本イベントで出現する大剣気は今後のイベントで再出現したり今後の別の、方法で出会うような場合がありますと書いてますけども、まあ、これはね、期待しない方がいいですね。うん、極力やっぱこの2回の開催期間で、捕まえるようにしておきたいですね。と言いますのはやっぱり今までね最強レイドこうやっていろいろ来ましたけども、再出現することが今までなかったのでね、やっぱりということはやっぱりこのね分も期待することなく、うん、あの早めに捕まえておいた方がいいというふうに思います。はい、で期間ですね、今一度見ておくと、3月31日から4月3日までなので、本当に今週から始まるということなので皆さん気をつけてくださいということで、さらにですね、それが終わった次の週にまた2回目の期間が開催するということなんで、結構ね本当になんかぎゅうぎゅう詰めですよねスケジュールが。はい、なのでなんかね結構忙しいんで、どん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 ね最強レイドがこれから出てくるのかなっていう風に思ったりもするんですよね。うん、いやーこれ楽しみですよね、これからどんなね最強レイドが出てくるのかっていうね、今後頻繁に出てくれたらありがたいですよね。
で2つの開催期間では共に同じ能力同じ技を覚えた最強の大剣気が出現しますと。前の期間で最強の大剣気を捕まえた場合は最強の大剣気を捕まえることはできませんというわけですね。はい、だから期間をまたいだとしてもその大剣気を2回捕まえれるようなことはないですよというふうに書かれてます。で出現ポケモンは星7の最強の大剣気ということで、もう残りはねいつもの情報が書かれてますといった感じですね。いやー今回虫テラスタイプということでね、なかなか対策ポケモン考えるの難しいですね。うん、まあどう見ても物理アタッカーっていう見た目してますけどもね。うん、まあ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 、あんまり特殊攻撃では来ないだろうみたいな感じでは考えてるんですけども、皆さんはどうですかね。こいつどんな技で来ると思いますか。まあおそらく虫タイプの技はね、一つは絶対積んでくると思うんですけども、それが、まあ、メガホーンになるのかそれとも連続斬りになるのかっていうのも結構迷いどころですよね。なのでもしね皆さんの予想ですね、技こんな技で来るんじゃないかとか、あとは対策ポケモンこれでいいんじゃないかっていう予想があればぜひコメント欄で書いてください。まあ僕もねいろいろ考えて技の予測とあと対策ポケモンの動画を出したいと思いますので、ぜひ皆さんのコメントもこの動画に書いていただけると嬉しいです。まあこうやってね視聴者の人と一緒になってこういろいろ考えるっていうのがこの最強ポケモンレイドの醍醐味でもあると思うんですよね。うん、なのでぜひ皆さんねもう当てずっぽうでもいいので、適当でもいいのでねぜひコメント欄に、ご意見書いていただけると嬉しいと思います。はい、ということで今回はね最強の大剣気レイドが始まるということで、お伝えしてきましたけども、いよいよこれでミジュマルが解放されるということですね。はい、それによって、まあ、不可厳選でですけども色違いが、手に入れられるようになるということですね。いやこれはねちょっと力入れてね色違い厳選もやっていきたいと思います。はい、皆さんもね、絶対欲しいと思うんでぜひ欲しい方は、不可厳選一緒に頑張りましょうということですね。はい、というわけでね、今回はこれで終わりたいと思います。またすぐね、技予測と対策ポケモンの動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、チェックできるようにしていただけたら嬉しいと思います。はい、でもしよろしければこの動画の高評価もお願いします。で、コメントもねどしどし待ってますというわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.